外国人に大人気のツアーを発見。日本のツアーの中で最高の一日でした。彼はアメリカでも有名なテレビ番組に出たことがあるんだよ。予約殺到の商店街ツアー、案内するのはカリスマ日本人ガイドだと言います。そのガイドが、アメリカでは有名人、彼が案内する超人気商店街ツアーで驚いた。京都に集まる外国人観光客、そんな彼らにカリスマと呼ばれる日本人ツアーガイドがいるといいます。侍ジョーこと岡田一郎さん、85歳。 Please welcome Samurai Travel Agent Joe Okada. Joe, are you? 実はジョーさん、海外では侍ショーのパフォーマーとしても大人気なのです。はじめまして。おはよう、こんにちは。 Welcome to Kyoto. Thank you. I am Samurai Joe.ジョーさんに出会い、外国人観光客は大興奮。ジョーさんが案内するのは京都の人たちが暮らす日常生活です。足で挟めないの。優しく挟むんだよ。優しくハサミを使うみたいにさ。最高。商店街で豆腐を堪能し、こりゃいいや。かつお節削りに感心。さらに、これはクレイジーだ。1000年前から伝わるんだよ。名前を習字で書いてみて、大喜び。浄土のほどうまくないけど、なかなかいいだろう。皆さん、京都の普通の生活を体感し、大満足のようです。日本のツアーの中で最高の一日でした。他のツアーはフォーマルで時間厳守でしょう。しかしジョーさんには心と知識があるし、何より彼はとてもユーモアがあるよ。ついに今年世界一の観光都市に選ばれた京都。外国人人気はまだまだ続きそうです。今は侍ショーのパフォーマーとしても大人気なのです。はじめまして。おはよう、こんにちは。 Welcome to Kyoto. Thank you. I am Samurai Joe.ジョーさんに出会い、外国人観光客は大興奮。ジョーさんが案内するのは京都の人たちが暮らす日常生活です。足で挟めないの。優しく挟むんだよ。優しくハサミを使うみたいにさ。最高。商店街で豆腐を堪能し、この名人、彼が案内する超人気商店街ツアーで驚いた。京都に集まる外国人観光客、そんな彼らにカリスマと呼ばれる日本人ツアーガイドがいるといいます。侍ジョーこと岡田一郎さん、85歳。 Please welcome Samurai Travel Agent Joe Okada. Joe, are you?
繁盛さん、海外外国人に大人気のツアーを発見。日本のツアーの中で最高の一日でした。彼はアメリカでも有名なテレビ番組に出たことがあるんだよ。予約殺到の商店街ツアー、案内するのはカリスマ日本人ガイドだといいます。そのガイドが、アメリカではいい、こりゃいいや。カツオ節削りに感心。さらに、これはクレイジーだ。1000年前から伝わるんだよ。名前を習字で書いてみて、大喜び。浄土のほどうまくないけど、浄土の。